皆さんこんにちは、柳井ゆめなです。はい、本日は結構今 YouTube とか TikTok とかでも流行ってるらしいんですけど、先行ツッコミっていう、よくわかんないんですよ、先にツッコミを言うみたいな感じなのかわかんないんですけど、僕たちが先にツッコミを言うので、はい、それに合うボケを柳井さんに考えてもらいたいなっていう企画です。あ、見た、これ YouTube で見たわ。バラエティーね、最近やっぱたくさん出られる。いや新バラエティ女王のヒットと言われてる。絶対難しいじゃないですか。どうですか、自信のほどはありますか？ないですないです、これは本当に。視聴者の方々にどうだったかっていうのを聞きたいなと思ってます。ツッコミは全部関西弁になっております。じゃ関西弁でボケてもいいんだ。全然いいですね、はい、関西人じゃないんで不自然かと思いますが、一応ゆるキャンでね、関西弁の役をやっておりますので、頑張ろうと思いますこのボケは全然本当のことじゃなくてもいいんですか？もちろん、適当で、あんま期待しないでください。はい、ということでもう早速やっていきましょう。ゆめなの夢。じゃあレベル1ですね。頭の回転が問われる。そうです。まず一つ目、いや漫画やん。この間学校を久しぶりに行ったら先生に壁ドンされて。いや漫画やん、漫画やん。あ、でも結構すぐ、はい、早いですね。思ったよりすぐ出ますね。微妙くないですか？いやいや、こういうのって早い方がいいのかな。漫画を作れば作るほどハードル上がるんですけど確かにそうだわ、はい、ツッコミとボケは合ってるっすよ。うん、2つ目、いやそれ今言うことちゃうやろ。ああ、なんかもう大喜利みたいこれまあほぼそうっすよ ね、 そうですね、近い近いです、うん、大喜利ですよね。近いす、今ふと思ったけど大喜利しません？はい、ああ、やられたこれ。なんかやられたな今。どう？いいよ。いいじゃないですか。いいじゃないですか。ここまで結構2000に勝って感じですよ。そうかな。じゃあ3つ目いきますね。はい、どうぞ。え、それにそんな並んだん？あのメダルつかみ取りのとこがあって、その時花粉で鼻水がすっごい垂れてて、あのつかみ取りに成功したらティッシュがもらえるみたいな。で、結構20人ぐらい並んでたんですけど、鼻水がすごすぎてめっちゃ並びました。いや、いいじゃないですか。いいじゃないですか。いや、それにそんな並んだんですよね、うん、ティッシュぐらいもらえますしね、うん、確かに小話パターンね。 あとごめん、メダルゲーム取れたらティッシュもらえるってこと？これ、あの、実際の話。あ、そうなんですね。あの、実際、あの、その鼻水まではあれだけど、つかみ取りでティッシュがもらえたっていうのまでは、この間家族とゲーセン行った時にそれがあってっていうのを今なんかパーって出てきたから、それに乗っけました。実話も入れて、うん、実話も混ざりました。結構でも早いですよね、うん、早い、うん、むすー。4つ目参ります。はい、いや昨日帰国したんか。帰国？帰ってくるってことか。マジむずいわこれ、すごい嫌な空気になる。編集でバッサリいけるんで、いつでも編集の力があった。あのテレビの、収録が来週だったんだけど、それに間に合えばいいかなと思ってバカンスしてたんだけど、海外で。けど急に連絡来て、来週あるけど急に帰ってきた。はい、最悪最悪、もうこれに関してはちょっとカットで全部使います。難しいって。昨日帰国したんかってむずくないですか？普通むずいっすよ。じゃあ5個目いきます。いや、どこの何の祭りやねん。あのこないだの祭り選手権でこういうのを何回できるかっていう祭りをしてきた。いや、どこの何の祭りやねん。いや、素晴らしい。
まあもうよかった。いやこれは素晴らしい。何がおもろいってこう微妙に映ったり映らんかったり。面白いですね、はい、これ最後すごい良かったですね。良かったですね。まあ5個用意しました。結構むずいもんですね、これ難かったけど、これは絶対関西人向けの遊びです。あの友達に関西人いっぱいいるんで、ちょっとやってみたいと思います今度。ちょっとね、あの見る側がいい。じゃあちょっと1個いいですか。はい、はい、最後に私から。えやすいいですか。はい、はい、いやそれほんまもんのやつやん。おお、いいとこ。むずっ。うん、むずいだろ。はい、 いや俺昨日麻婆豆腐入れて作ってんけど、ホアジャオ入れてん。なるほど。ちょ、なるほどが言っちゃ嫌やわ。なるほどっていうリアクションが一番嫌やわ。じゃあいいですか。はい、はい、言ってなかったんですけど、実家の蛇口とかから石油出てくる、これ。はい、柳さん、先行後攻。どっちですか。勝者は小松さん。ありがとうございます。ということで、こういう遊びです。とっても楽しいので、あのやってみてください。お友達でも家族でもね、あの関西人の方は絶対得意だと思うので。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ではね。チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。